2020年から3年連続で出場してきた音楽ユニット、YOASOBI が2024年大晦日の第75回 NHK 紅白歌合戦の出場者に名前がなかったことで SNS 上が紛糾している。画像あり、タトゥがびっしり入った綾瀬、言わずと知れた大ヒットアニメ、推しの子第一期のオープニングテーマ、アイドルなどのヒット曲で知られる YOASOBI は、 2023年のオリコン年間ランキングによるデジタル部門では、約46億円と、国内1位のセールスを記録。2024年4月には、米ワシントンで開催された日米首脳会談後の公式晩餐会に招かれるなど、今や日本を代表するアーティストの人組です。2023年の、紅白では、アイドルを日本のテレビ番組で初披露。 2024年の夏には NHK のパリ五輪中継のテーマソングも担当するなど NHK との縁も深く出場は既定路線と見られていたのでその名前がなかったことに驚く人が多いようです芸能記者 YOASOBI が紅白の出場者から漏れた背景に X 上ではある憶測が誠しやかに広がっている YOASOBI が紅白に呼ばれなかった理由 NHK はタトゥーに厳しいからね、夜遊び紅白出てないの綾瀬がタトゥー入れすぎた説、やはりタトゥー。散々夜遊びに曲作ってもらったのに、と思ってしまった、このように、夜遊びが紅白から漏れたのは、コンポーザーである綾瀬さんのタトゥーが問題視されたからではないか、という声が複数上がっているのです。綾瀬さんは夜遊びの結成記念日である10月1日。 X にいくら、いくたりらと2人でシャンパングラスを手に乾杯する写真をアップしました。その写真では、綾瀬さんの腕まくりしたシャツの袖の下から、腕から指までがっつり入ったタトゥがのぞいていたことに、ファンの間で驚きと落胆の声が殺到したんです。綾瀬さんのタトゥーは以前よりも増えているようで、過激化するビジュアルに、音楽関係者からは、 あやせのタトゥーに眉を潜める親御さんも出てくるのではないかと、ファミリー層のファン離れを懸念する声も上がっていました。実際、2002年の紅白歌合戦では、安室奈美恵さんの左肩近くに入ったタトゥーが映っただけで、NHK に抗議が殺到した、という前例があるほどです。前で、芸能記者、その後、時代の変遷とともに、タトゥーを入れたアーティストが、 紅白に出演することがあったものの公共放送を標榜する NHK が民放よりもタトゥに対し敏感になる側面は根強く残っているただ顔に入っているならまだしも衣装で隠せる範囲のタトゥについて NHK が文句を言えるはずもありませんからやはり不出場の理由としては憶測の息を出ない気がします実際には夜遊びの海外重視 戦略の影響でではないでしょうか彼らは現在国内ツアーを終えてアジア諸国を回る海外ツアーに力を入れています12月2627日には香港でライブを行うこともあり落選ではなく単に辞退したということもありえるはずですただこうした海外志向の一つの表れが綾瀬さんのたつと見ることもできるでしょう つまり、そもそも活動の主軸を海外に移すのであれば、日本では何かと物議を醸すタトゥを気にする必要はないし、ましてや NHK など気にする必要もありません。どっちが拒否されたのか、興味深いところです。当然、形はどうあれ、改めて、夜遊び人気を証明する結果になったと言えそうだ。